mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal。ももちです。ピピピス、動画見てくださってありがとうございます。今日の動画はなんとイエベさん大優勝の透明感デートメイクやっていきたいと思います。私ですね、パーソナルカラーがイエベ春なんですけれども、オレンジ系とかイエロー系とかイエベさんに似合うカラーを使った、とにかく透明感を意識したメイクをしてみました。私の顔情報は面長で球心顔なので、面長を少しでもこう解消するとか、球心顔を円心顔に見せるっていうメイクテクニックも含めて、透明感イエベデートメイクやっていきたいと思います。ぜひ動画を楽しんで最後までご覧ください。それでは早速動画いくぞ。はい、ということで早速やっていきたいんですけれども、オープニングでもちょっとね完成形出てたと思うんですけど、ちゃんとした色味で皆様に先に完成形をお見せしておきたいと思います。はい、完成形こんな感じです。いかがでしょうか。ツヤ肌の作り方とかもちょっと透明感を意識して、コントロールカラーの仕込みの部分を変えてみたりとか、ラメの使い方とかも透明感を上げるためにこういうのを使わずにこうやって使っていくんだよか、そういう細かい説明とかもしております。あとチークとかもね、すごくね透明感上がりそうなイエベ向きのカラー使っておりますので、ぜひねイエベさんはちょっとねデート行くとか、今日は可愛くなりたい、大優勝したいっていう日にぜひ参考にしていただければと思います。あ、本編で紹介し忘れたんですけど、このイエベ大優勝メイクするときはいつもカラコンはロアのミスユーブラウンっていうカラーを使っていて、こんな感じのねカラーなんですけど、本当に裸眼に近い色味になっております。それで今回は透明感を意識したかったので、カラコンもそんなに色味が入ってるとかすごく大きなものっていうよりかは、より裸眼に近くて、とにかく瞳すらもこう透け感が出るようなカラコンにしております。はい、ということでちょっとねお顔をお見せしたということで、本編と私のあのすごいすっぴんの姿から出てきますのでご了承ください。最初にお伝えしておきます。お見苦しいです。それでは透明感イエベメイクの本編どうぞ。はい、ということで早速メイクやっていくんですけれども、ちょっと今パック中ですVT のシカパックしてるんですけど、最近はねメイク前にこのシカパックしてて、やっぱメイクする前ってパックとかで冷やしてからメイクするとメイクのりが良くなるってウォン・ジョンヨ先生の動画見たらおっしゃってたから、最近はなんかもうとにかくパックしてちょっと冷やしてからメイクするようにしてます。だいたい5分ぐらいします。ぐらい、絶対この子にピント持ってかれる。なんかさ、この子たち後ろに置いてるとさ、顔認証されてピント持ってかれるのよ、私の顔。だからちょっと儲けときます。はい、撮ります。この前何かの動画でさ、手にニキビできたって話したの覚えてますか。それめちゃんこ後になってしまった、最悪です。ほら、まあまあそういう時もある。乳液今回の透明感イエベメイクなんですけど、本当は新作のコスメを買い漁ってやろうと思ったんですけど、リアルな使ってるものをお伝えしたいなと思ったから、新作のやつも入ってるんだけど、リアルに長年リピしてるようなコスメも混ぜつつちょっとメイクしていきたいなと思います。マジで最近私がやってる毎日メイクなんですよ。ちなみに私インスタのストーリーでこんな感じでイエローオレンジ系のメイクの波がまた来てますみたいな感じのことを言ってて、これにみんなからたくさん DM で反応いただいたので、今回はやろうと思いました。ちょっとスポンジを濡らしていきます。めっちゃもう口内炎が痛すぎるんだけど。ということで今回は透明感爆上がりメイクなので、下地は結構多めに使っていきます。まずは一番最初にのせるのはこちらのラルシュポゼのプロテクショントーンアップのパールホワイトです。てかライト焚いた方がいいかな。え、変わるかな、お気持ち変わるか。よし、焚いて撮ろう。で、このラルシュポゼを、熱っ、ちょっと待って、なんかもう全然動画進まないんだけど、すいません。ラルシュポゼはこれはとにかく肌のトーンをまず上げて保湿してくれるものなので、どんなメイクの時も一番最初にこれをつけます。今回も私のこの面長と球心顔をバランスをね綺麗に見せるようなところを一番に意識してメイクしていきます。てか前回の毎日メイクたくさんのコメントありがとうございました。なんかみんながすごい参考になったって言ってくれて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。本当に嬉しすぎて結構スクショしちゃったいっぱい。なんかめっちゃかぶれてるんだけど、何？ちなみに私絶賛生理前で肌も治安悪めです。まあでも女子はみんなそうだから
から。でそこにですね、赤みが強い方のこの中心の部分にちょっと色味を重ねていきます。リチャートのこの下地のパープルを使っていくんですけど、私が普段毎日メイクで使っているのはもう文字が消えているこの白の方を頬の高い質感にのせてるんですけど、これはいつもハイライトの位置に塗るので、こっちは自分がちょっと赤みあるなって思うこの中心の部分に塗ります。あとはね、鼻のね、頭にも塗るの。これも韓国のメイクさんに教えてもらった技なんですけど、やっぱコントロールカラーは部分的に使った方がいいっておっしゃってて、パープルはこの中心部分と鼻筋に縦にスーってパープルを仕込んでおくとすごい後から綺麗になるっておっしゃってました。で、私の大好きな口うるさく言ってすいません、この白の下地を本当にちょびっとだけ出してハイライト下地として塗っていきます。だからさっきこの三角ゾーンに塗ったのとは別に、こことここではもう層を別にしてるって感じです。 C ゾーンとこの目頭、おでこ、おでこを丸く丸く丸く、え、なんでこんなおでこにブツブツできてんの。しかもニキビとかじゃなくてなんかかぶれてる感じなんだけど、花粉？あと顎と鼻先、さっきパープルはね、筋、鼻筋に塗ったんですけど、白は鼻先だけに塗る。あとね、唇の上。あと、余ったやつで私はここの鎖骨とかに塗ってます。はい、っていう感じで下地が完成です。ラロシュポで塗って、この三角ゾーン、パンってこう透明感を一番出したい場所にツヤがあるパープル下地仕込んで、ハイライト仕込みたいところに白を塗りました。こんな感じ。で、私の大好きなサンローランのこのクッションパンで塗ります。これを前回の毎日メイクと同じ塗り方で、まずはめちゃくちゃ薄く外から内に広げて、なんか私本当にこんなにメイク研究したことないってぐらいここ1年ぐらい研究してたんだよな。すごい嬉しいコメントがあって、これスクショして載せちゃおう。体整形したから可愛くなったと思ったけど、そうじゃなくって、これはメイクのやり方とかバランスで変わってる、これはすごいみたいなコメントをしてくださった方がいてた、ありがとうございます。なんかもちろん二重整形したから変わったのもあるんですけど、二重整形後初めてのメイクっていう時のメイク動画と今のメイク動画だったら、今の方が顔のバランスを考えたメイクに進化してると思うので、二重整形した後でもめちゃくちゃ私は変化が出てると思っていますけど、どうでしょうか。で、全体塗ったらこの中心部分カバーしたいとこだけさらに重ねます。本当にこのサンローラのクッションファンデ良すぎる。私ニキビ跡結構気になってたんですけど、本当にカバー力あるからニキビ跡も結構しっかり隠れてくる。で、あの急進顔をね、遠心顔にするポイント、ここの眉毛の下に結構しっかりファンデーション塗っとく。なんかここにくぼみができるというか、影とかできるとちょっと急進に見えちゃうので。あとは小鼻もだ。これマジでね、普通の日感ほんと出ないんですよね。なのにびっくりするとカバーされるから、みんな騙されたと思って使ってみてくださいシリーズです。クッションファンデ塗ったらこんな感じです。で、コンシーラー。コンシーラーは最近またちょっとこっちに戻ってきて、ディオールのコンシーラーの 0N です。これってさ、いいんだけどさ、このさ、チップが太いのが気になるよね。これをクマとほうれい線が気になるところにこうグッと乗せて、あとニキビやとね、口角とか。ちょっと今なんか謎に荒れてる、ここも気になる。これは拭かなくて大丈夫、割とテクスチャーちょい固めなのでそのままもうすぐぼかします。メイベリンのフィットミーとかはテクスチャー柔らかめなので覚えてたんですけど、あんまり触れないぐらい触れるか触れないかの接触感でぼかしていきます。めっちゃ変わるくない、この鼻の横のほうれい線消すマジック、やばくない。みんなマジで試してみてほしい。よし、ベースメイク完成しました。よし、そして眉毛と目にちょっとパウダーをのせます。これは前回の毎日メイクと一緒なのでちょっとだけはしょりますね。眉毛と目元をサラサラにするために使ってるやつなので、お手持ちのやつで大丈夫です。インスフリーとかセザンヌとかキャンメイクとか何でも大丈夫です。目の下もね、ちゃんとこうパウダーします。やっぱこのパウダーちゃんとしないと眉毛のりとかマジで変わってくるから。はい、そして眉毛を描いていくんですけど、眉毛はちょっと色を混ぜて塗っていて、ちょっとあの本当にちょっと恥ずかしいレベルなんですけど、一回気に入ったコスメずっと使う癖があって、物持ち良すぎマンなんですよ。今回使っていくアイシャドウと、あと眉毛にも使うんですけど、あのエチュードハウスのプレイカラーアイシャドウベイクハウスっていうカラーがあるんですけど、なんかもうさ、見てもう底見えまみれで、むしろもうなくなってる部分もあるみたいな感じなんですけど、これメインで使っていくので、もう結局これに戻ってきちゃうわけ。オレンジイエロー系のメイクするときはもうやっぱこれ
これが可愛いのよ。眉毛はセザンヌのアイブロウパウダーのピンクブラウンのこのブラウンのカラーとこのベイクドハウスのこのオレンジとかここら辺のブラウンとかを混ぜながら使います。いや本当に私ってさ物持ちがいいまんすぎてさ。でもあれです、リップとかはちゃんと新しく新調したものでやります。ちょっと混ぜながら眉毛やってきます。まあこれはちょっと前回も話した通り遠心顔になるようにね、眉尻中心に深く遠心顔、遠心顔。なんか前回のさ、あの動画でさ写真出したじゃないですか、眉毛も冷静にやばい眉毛してたなって思ってもう一回出しちゃおうかな、これなんかねでもやっぱさ、わかんないもんだよね、当時は。今の自分が一番可愛いって思っちゃうからさまあでも、過去より今の自分が一番可愛いって思って顔を作れてるっていうのは可愛いのアップデの成功例だと私は思いますね。一番いいことだと思うけど、やっぱこのロージーローザーの筆を使うと眉毛が格段と垢抜けます。みんな眉毛ブラシ悩んでる子いたら騙されたと思ってこれ買ってみてほしい。これ2年前ぐらいにキリマルとのコラボでこれを激推しして、そっからキリ買って、多分自分の動画でも本当にこれが良くてって激推ししてるから、勧めた子みんな大絶賛してる。 OK、 はい、これにもうちょっとオレンジ感を足したくって、今眉毛全体的に描いたので、それにこのオレンジを眉頭から眉尻に向かってちょっとふわっと乗せておきます。これぐらいのオレンジを足しておきます。もう最後にふわっとね明るいオレンジ乗せるだけで結構印象変わるから、みんなやってみてほしい。うん、いいんじゃない。ちょっとこっちの眉毛が納得いかないけど、まあまあいいでしょう。眉毛ってめっちゃうまく描ける人さ、ちょっと微妙い人あるよねで、眉毛マスカラしていきます。ヘビーローテーション使っていきます。カラーは03番です。これはもうめちゃくちゃ明るいカラーなんですけど、今日はとにかくね透明感を意識した抜け感のあるメイクにしたいので、前回は眉マスしなかったんですけど、今回は眉毛しっかり抜け感出していきます。眉マスってするとしないとで本当に印象変わるよね。でここからなんですけれども、私の物持ち良いちゃんが出てくるんですけど、このエチュードハウスのベイクドハウスのもうこのどっからどう見ても使いまくってるでしょっていう色を使っていきます。最初はここの白をベースのカラーで塗って、その後にこことここをちょっと重ねて塗っていきます。もうとにかくねこの色が本当に可愛くて、この色だけの単色シャドウとかエチュードから出してくれたらもう私ずっとそれだけ使うのに。で全体に塗ったら、もうこれもまたちょっと遠心顔メイクなんですけど、このねこのブラウンが本当に可愛い。ブラウンとかちょっとオレンジブラウンっぽい感じなんですけど、ここの色は本当に可愛くて、この色味を前の動画同様目の際から中央に向けて外に外に、もうここは一切塗らない。黒目から内側は一切塗らないです。もうこれはゼロです。左右の差分かりますか。うっすら色ついてるんですけど、本当に存在感がありすぎなくてめちゃくちゃ可愛いんですよ。そしたら薄いオレンジのカラーを上からふわっと重ねていきます。この人重ねがね変わるんですよ。ふわっと重ねるだけでさらにオレンジ味が増されますし、なんかブラウンブラウンしすぎてちょっと透明感がさらに上がると思います。あー本当に可愛いぞ。でお次は涙袋を作っていくんですけど、涙袋は前と同じのあのねセザンヌの各二重アイライナーのピンク、これ使っていきます。幅は笑った時の彼よりも若干狭めに作ります。で今日は透明感メイクなので、あんまり涙袋も影も強めに見せたくないので、結構しっかりめにぼかします。はい、涙袋が描けたら、涙袋の下地としてこちらを使っていくんですけど、これ下地として仕込むだけなので、黒目の下だけに薄く軽くチョンってこうやってチョンって塗るだけです。本当に軽く塗って少しだけぼかします。うん、でここからですよ。ここからの涙袋を作るのがめちゃくちゃ可愛いので、ちょっとみんな注目してください。先ほどのベイクドアースのここ、こういうチップに取って涙袋にのせていくんですけど、この色がね涙袋に塗ると超可愛くて爆誕するの。涙袋がやばくない？めちゃくちゃ自然に爆誕してない？これが本当にねもう何年も何年もやめられないのよ。やめられない？止まらないのよ。でここからパノラメがすこれ可愛くて、何でも何でも何でも愛用してるんですけど、このラメ、これです。これが革命的に可愛いの。これを目頭には塗らないように、黒目の下ら辺から塗ります。見てください。ほんのりざっくりラメも入ってるんだけど、繊細だから涙袋に使っても浮かないし、自然にぷっくりするみたいな、っていう感じ。
めちゃくちゃ可愛い。もうやばい。で、このラメをちょっとぼかします。で、最後にもうちょっと変身顔に近づけるために目の下とか際を足していきます。オレンジとちょっとブラウンを混ぜて。前の動画でも言ったんですけど、私はこの目尻3分の1をちょっと濃くしすぎると、目の存在感がでかすぎて、顔のバランスがやばくなるので、あんまり足さないようにしてます。お、いい感じです。こんな感じ。で、マスカラは根元から上げて塗っていきます。マスカラはロム&使っていきます。今回透明感意識したメイクなので、あんまりマスカラをゴリゴリに重ねるっていうよりかはちょっと繊細な感じでさっと塗っていきます。こういう感じ、はるかのこの毛先が繊細な感じ、めちゃくちゃいい感じ。うん。で、お次はチークに行く前にここでパウダーをします。今回は透明感をね意識したメイクなので、こちら使っていきます。ジェルスチュアートのグローインオイルルースパウダー02番やばい、ちょっと待って、パフに使用感ありすぎて、ちょっとパフどけます。これはね、ジェルのね、パウダーなんですけど、こんな感じのね、パープルのパウダーになっております。なんか、私、ジル使いすぎだね。ジル大好きなんだよね。で、これを大きめの筆にポンポンって取って、腕でトン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 ってすると、払えるのでトントントンってして、顔全体にふわっと。できます。これはね、私はチークがノーズシャドウとかする直前にいつもこうやって塗ります。塗り方は力を入れずにこうファーファーファーってトン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 のせていく感じ。私コンシーラーがやっぱこうすると取れちゃう気がするんだよね。はい、こんな感じ。このパウダーはね、結構サラッとさせてくれるけど、程よいツヤ感残してくれるから、で、パープルで透明感させてくれるし、めっちゃ好きです。普段私使ってるのこっちのナーズなんですけど、これ大きいのね、サイズが。だから持ち運びもなんかしにくいから、お家でメイクするときは使うんですけど、持ち運んだりするときこっちだから、使い分けてます。めっちゃ透明感あるんだけど、めちゃくちゃあるぞ。で、お次がチーク塗っていきます。チークはこちらのディントの504番使っていきます。なんかディントってディトみたいなね。そう、このカラーはね、イエベさん向けのカラーで超馴染みやすいんですけど、ピーチオレンジっていう感じです。めちゃくちゃ色かわいい。これ多分全イエベさんがいける色な気がする。イエベ民です、私って方は使ってみてほしい。で、これを目の下、小鼻の横の部分から外に向けて横長にチークしていきます。チークを真ん中だけにポンと乗せちゃうと、どうしても球心顔が目立ってしまうので、バランスをよく見せるためにここまでしっかり塗ってます。ここね、なんかさ、おも長が悪いとか球心顔がどうっていうよりかは、バランスがもっと綺麗に見えるようにメイクしてるっていうイメージなので、全てはバランスで考えてます。マジでここまでしっかりチーク塗るとね、めちゃくちゃおも長解消されるから、みんなやってみて。ここだけじゃなくて、ここ、もみあげのギーチョンまでね塗っちゃうとめちゃくちゃ解消されるの。やっぱ横にこう広がって見えるから、それがおすすめ。で、顎にも塗ります。そしてノーズシャドウをします。ノーズシャドウは前動画で紹介したやり方と一緒なんですけど、使っていくのもこちらネイチュードです。そうだ、私前回の動画でシェーディングやってなかったので、最初シェーディングからしていくね。シェーディングはいつもここの2色を混ぜます。エチュードのこれ何がいいかって、大きいからめちゃくちゃ筆使いやすい。あと、これ韓国のメイクさんも同じの使ってた、これいいですよねって盛り上がった。で、私はいつも顎のラインにこうやって塗ります。ここには塗らない、この下で、そこから縦にシー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 ってぼかします。そうするとこの輪郭が浮き出て見える感じにします。で、顎の下にもこう横に入れます、しっかり。で、縦にぼかします。で、そのまま若干顎先だけ入れます。そしてここ、頬の高い位置に少しだけふわふわふわってちょっとだけ入れます。これ入れすぎるとちょっと海外セレブみたいなお顔立ちになってしまうので、なってしまうっていうか、いいんだけど、海外セレブの顔は今回のテーマにはちょっと違うので、若干だけ入れます。この若干入れるだけでもめちゃくちゃ変わるので、やってみてください。1,2,3,3回ぐらいでいいかな、3回ぐらい。で、ノーズシャドウ入れていきます。ノーズシャドウも私は球心顔なので、円心顔に見せるために、ここは全く塗らないです。とにかくここはシャドウもノーズも何も塗らない、ファンデーションで明るくしてるだけで、鼻先だけにしっかり入れます。で、この下もしっかり分入れます。ここね、それぞれのお花の形とかコンプレックスとかに合わせて入ってった方がいいし、シャドウとかも大事だけど、やっぱ影系はすごい顔のねベースをやっぱ変えてくれる系なので、研究が必要かなと思います。こんな感じ、鼻をチュンとさせました。で、ハイライト、ハイライトは私のそこ見えのコスメのこちらのセザンヌの使っていきます。これも鼻の玉と目頭しっかり目にとシーズン、ほうれい線のところも上からポン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 って乗せます。と、おでこ、
そしてリップに行きます。もうこれ超可愛いリップなので楽しみにしててください。今回ね、いろいろ色を使い分けてやっていくので、まずは輪郭を描いていきます。私はオーバーリップにするので、ペンシルとかで描くんじゃなくて、目元に使ってるシャドウと同じ色で口元のオーバーリップをしてます。今回使っていく色はさっきのシャドウのここのブラウンですね。このブラウンを細い筆に取って輪郭をなぞっていきます。最初塗ると轟さんみたいになるんですけど、なんかしかも今さ、角が切れちゃってさ、だからちょっと唇のよりもしかしたらグロいかも、だからあんま言わないようにしますね。はい、こんな感じ。シャドウで縁取ってるの伝わります。これをしておくだけで本当にめちゃくちゃ可愛い唇になれるので、絶対やってほしい。で、今回使っていくリップは2つです。じゃーん、ラカのリップなんですけど、まずベースでこちらの103番を塗って、それに108番を重ねていきます。もうこれが超可愛くてさあ、まず103番はね、こんな感じのカラー、もうめちゃくちゃ可愛くない？イエベ大優勝カラーじゃない？ベージュ、オレンジ、ピンクっぽい感じのカラーになっております。これをベースで塗っていきます。まずは全体に塗って、こんな感じ。可愛くない？どう？うん。そして塗ったら、これだけでも十分可愛いんだけど、ちょっとだけ中央にね、深みを足していきます。108番のカラーはこんな感じ。これもイエベ大優勝のちょっとだけオレンジ味がもっと強いようなカラーです。これをちょっと唇の中央部分に塗っていきます。真ん中だけ塗って、少しだけぼかします。こんな感じ。めちゃくちゃ、はい、っていう感じでほぼメイク完成したので、もうちょっとシャドウ足したりとか、チーク足したりとか、バランスをちょっと見て髪の毛を可愛くセットしていきます。はい、メイクの完成形こんな感じです。いかがでしょうか？透明感たっぷりプリなメイクになったんじゃないかなと思います。またこんなメイクしてほしいっていうリクエストがあれば、ぜひコメントお待ちしております。みんなのコメント楽しみに待っております。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。